メアリーベル事件は、1968年5月から7月にかけてイギリスで発生した殺人事件。11歳、初犯は10歳の少女が3歳と4歳の男児を殺害したというものです。1968年5月、4歳の男児が薬物中毒、死しているのが発見され、事故死として処理されました。少女はこれに反発し、保育所を荒らし、警察に対し挑発的なメモを残しました。7月31日、3歳の男児の絞殺死体が発見され、少女が疑われた。警察の尋問を受けた少女が犯人しか知り得ないことを語ったことから逮捕されました。サディズムの傾向や、劣悪な家庭環境などが動機とされたが詳細は不明。誤殺の罪で有罪判決を受け服役。1977年に刑務所から脱走するが3日後に捕らえられました。1980年に出所。名前を変えて生活していたが、子供の成人を機に実名に戻り、自伝を出版しました。では、メアリーベル事件の内容を見ていきます。1968年5月、空き家で子供の遺体が発見されました。遺体は、近くに住む4歳の幼児マーティン・ブラウンのものでした。口から血の混じった唾液が付着している以外、服も綺麗で、争った形跡も外傷もありません。遺体の近くに空になった薬瓶が転がっており、警察はマーティンが誤って大量の薬を飲んだと断定し、事故死として処理されることになります。マーティンの事故死から数週間後にある託児所が荒らされます。備品などが壊され、掃除道具などが散乱し、いくつかのメモ書きが見つかります。落書きは、マーティンが事故ではなく、殺人であったことをほのめかす内容です。ですが、警察はこれを悪質ないたずらとして処理します。といった内容の落書きだったので、いたずらで処理されるのは仕方がなかったのかもしれません。マーティンの事故死から2ヶ月以上経ったある日、殺人事件が発生します。3歳の幼児、ブライアン・ハウの遺体が発見されました。コンクリートブロックに横たわっており、遺体は長い歯と、周辺に生えていた紫の花で覆われ、鼻に引っかき傷、口には血の混じった唾液が付着し、首には絞められた跡がありました。そして、腹部には小さく、M という傷がつけられていたそうです。そばの草にはハサミが置いてあり、片方の歯は折れ、もう片方の歯は曲がっていました。警察は、二人の少女から事情聴取を行います。メアリー・ベルという10歳の少女とノーマ・ベルという13歳の少女です。ベルという名はつきますが、この二人は親族関係ではなく友達です。事情聴取により、マーティンの殺害現場で、ある少年を見たとメアリーは証言します。しかし、この時に歯の折れたハサミの話など、犯人しか到底知り得ないことを話してしまいます。これが決め手となり、メアリーと友達のノーマが殺人容疑で逮捕されることになります。ノーマも幼児殺害時期にメアリーとずっと一緒にいたからです。法廷では、メアリーとノーマの罪のなすりつけ合いが行われることになります。また、事故死と断定されていたマーティン・ブラウンの殺人容疑も浮上することになりました。実際にメアリーは、マーティン、ブライアンともに首を絞めて殺害しています。法廷では11歳ですが、殺害当時は10歳でした。託児所の襲撃も、メアリーとノーマの犯行です。最初の犠牲者であるマーティンの母親にメアリーは逮捕前以下のようなことを話しています。マーティンがいなくなって寂しいマーティンのことを思って泣くおばさんはマーティンを恋しがってる?とニヤニヤして尋ねてきたそうです。追い打ちをかけるようにメアリーはマーティンを見せてよと母親に尋ねました。母親はメアリーに対し、マーティンは死んでしまったのよと告げると、知ってるわ、私は棺に入ったマーティンを見たいの、とニヤニヤしながら見ていたようです。かくして、拘置所に入ったメアリーは、監視を担当していた婦人警官に、裁判官が懲役30年を私に言うと思う私だったら、11歳の少女は1年半閉じ込めておくわ。人はいつか死ぬの。殺人は悪いことじゃない、と。そんなことを言ったり、さらに拘置所に猫が現れた時、メアリーは猫を思い切り強く抱きしめ、窒息寸前に追い込みます。猫はそんなこと感じていないわ。私はやり返せない小さなものを痛めつけるのが好きなの、と。そして、1968年12月5日、裁判が始まりました。裁判になるとメアリー、ノーマ両者ともに責任のなすりつけ合いになり、マーティン・ブラウン殺害については、二人ともが揃って無罪を主張しました。陪審員たちが4時間後に出した評決は、ノーマは無罪。ただし、託児所への不法侵入で保護観察処分、とし、メアリーはマーティン、ブライアン両件についてともに有罪、でした。犯行時の年齢が10歳であったことから、治療終結後に釈放、ということで不定期刑になりました。執
しかし収容施設がなかなか決まらず、結局、男性ばかりの少年院に送られました。1980年5月、22歳になったメアリーは仮釈放されました。出所後は職を転々とし、大学にも通ったものの、すぐに行かなくなって母親のところへ戻りました。この頃に若い男性と付き合えて妊娠し、1984年に女児を出産しました。仮釈放期限の1992年までは裁判所の監督下にあったが、育児は許可されました。その後、別の男性と付き合い始め、小さな村に移り落ち着くが、周囲に前歴を知られてしまい、人殺しはここから出ていけ、というデモに発展しました。メアリーは、この出来事を後に本にして出版しています。この本には、事件の実際の様子と、メアリーの、振り返って、という思いが載せてあります。ですが、振り返って、については、本人がどこまで真実を語っているのかは不明です。ちなみに、YouTube に、メアリーベル本人のコメント動画があります。気になったら、検索してみてもいいかもしれませんね。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。